大丈夫ですか？私は皆さんから2メートル以上離れているのでマスク取らせていただきました。はい、大丈夫だと思います。安全圏内ですから。はい、今日は出エジプトの15章から、皆さんと一緒に御言葉を分かち合いたいんですけど、この15章の最初のところ見ていただいたら分かるんですけど、もうずっと神様賛美してる言葉がブワッと続いてるんですよね。っていうのはその前の14章で葦の海ってモーセに導かれて、神様に導かれて、この葦の海を越えて、そしてもうすごい奇跡を目の当たりにして、やっぱり神様っているわと、生きて働かれる方だと、もうめちゃくちゃ賛美してるんですよね。でそのめちゃくちゃ賛美してる同じ章に後半にこれが書いてあるんですね。で、イスラエルの人たちはその葦の海を意気揚々と旅立って、もう葦の海っていうのはもう彼らにとってもうターニングポイントみたいなところで、もう神様の奇跡仰ぎ見た喜びの場所なんですよ。あそこでとね、みんなに証しできるような場所なんですよね。あそこで見たんですよ、あそこで私奇跡体験したんですよ、神様って絶対生きてるんですよっていうことを言えるような体験をしたわけですよね。でそんな人たちは、神様に向かって心から賛美、ね、賛美しなさいと言われたわけじゃなくて、もう自分の中からもう湧き出てくるように神様に賛美捧げている姿がこの15章の前半出てくるんですけど、その後に彼らは意気揚々とある場所にやってきました。何もない荒れ野を歩いてやってきた彼らは、まあ、喉がカラカラだった、水を得なかったって書いてあるんですね。まあ、水見つからなかったんですよ。で、あるところに着いて、そこに水があったので飛びついて、で飲んだら苦かったんですね苦くて、そして不平を言った、その場所をマラ、苦いというふうに名付けたって書いてありました。この地上で生きていくときに本当に困難がつきものなんですけど、そんなときに、まあ、試練が来ると、こんなものが神様の計画なのかと、だったらいらないと、平凡なあの日を返してくれと、神なんかいないよと、そんな叫び声がこのイスラエルの人たちからも聞こえてくるようですけれども、つい3日前です。つい3日前に葦の海であれほど神様賛美してたのに、本当に奇跡体験した、生きてる、そしてもう神様も素晴らしい、もうエジプトのみんな、もうファラオもみんな海の木屑に消えました、主あなたは最高の方です、賛美した、その3日後にもういいわってなっている姿があると。本当に苦しいことがあると途端に砕かれてしまうっていう、もう彼らが信仰をね、本当に燃やされてたのはたった3日間でした3日坊主ってこっから来てんじゃないのっていうぐらい、もう聖書から来てんじゃないかなと思うぐらい、この3日で砕かれていく人たちの姿、聖書はこのような人間の姿を包み隠さずに私たちに残してくれてます。ところが神様はこの人々の姿を見て、一本の木を示されたって書いてあるんですね。そしてその木を、その苦い水、飲めない水の中に投げ入れると甘くなったって書いてあります。これはどういう木を入れて、どんな木だったから甘くなったのかということを科学的に考えるのも面白いかもしれませんけれども、でも神様が一本の木を示して、その木を苦いところに放り込んだら甘くなるというこの法則を、私たちはどのように理解したらいいのかなと思うんですね。一本の木を苦いところに入れると甘くなる、私はこのとこ読んだ時にこれはイエス様のことなんじゃないかなと思ったんですね。その方が人々の苦い思いのただ中に来られる、神が罪のように人となって来られた、これこそ一本の木なんじゃないかなと思いました。主は木を与えた後に人に掟と法を与えてこう言われました。もしあなたがあなたの神主の声に必ず聞き従い、彼の目に正しいことを行い、彼の命令に耳を傾け、すべての掟を守るならば、私がエジプト人に下した病をあなたには下さない、私はあなたを癒す主であるというんですね。神様ご自身が話しておられる言葉ですけれども、ここで彼の目に、彼の命令にと言っているところに注目してください。ご自分で神様が彼のと
言っている、これこそまさにイエス様のことなんじゃないかと本当に思うんですね。彼に従いなさい、この一本の木、これなんだということを神様が示しているような気がします。彼らはマラ、苦いっていうその場所を旅立って、エリムっていう場所に来ました。エリムっていうのはより良いっていう意味の場所なんですね。で、英語で苦いっていうのはビターっていうんですね。だけどエリムがベターだったら、ビターじゃなくてベターに導かれていくということで、まあ本当にしょうもない英語全然あれですけど、神様のご計画は人々にビターな思いをさせることではなくて、最初からベターに向かってたわけですね。でもそのベターに向かう途中でビターなことがあると、人々は途端に砕け散ってしまったということを聖書は描いてます。エリムに着くと、そこには12の泉があり、70本の夏梅足が植わっていた。彼らはその泉のほとりで宿営したと、この物語は締められてますけど、要するにエリムっていうのはオアシスだったんですね。もう荒野の中でも類を見ないようなオアシスでした。マラとは全然違う安らぎの場所だったんですけど、何よりこのマラとエリムってどんぐらい離れてたかっていうと、11キロぐらいだろうと言われてるんですね。まあ、11キロだったら普通に 2,3 時間歩けば着きますよね。でも 2,3 時間歩けば着くっていうのが、もし最初からこの彼らが知っていたら、彼らの信仰は保たれたんでしょうか、どうでしょうか。でも本当に私たち、まあ、人間は先が見えない。たとえ1キロであっても2キロであっても先が見えなければ本当に不安ですよね。で、試練があると、もうそんな、もうオアシスが待ってるって約束があったとしても本当はないんじゃないか思い始めたり、こんなことは試練というよりもうほとんど悪魔からの攻撃なんじゃないかと思ったりして、本当に神様の御言葉に対する信頼を失ってきたりするっていうのが、この聖書の物語だと思うんですけど、そんな時こそ苦さを甘さに変えることのできる方、イエス様に視点を合わせることが大事だよってことを、私たちはこの中から教えられているような気がします。そこから力を得ないとエリムにたどり着くことができないということです。そこでマラで終わってしまったらもったいないですよね。せっかく神様がベターな場所を用意して待っておられるのに、マラで終わってしまったらもったいない。でも幸いなことに、彼らはマラで何をしたかっていうと、神に向かって叫んだって書いてあるんですね。叫ぶことのできる対象がいるって素晴らしいことだと思います。私たちはその叫んでいる声を聞いてくださる方を知ってるっていうのはすごいことだと思いませんか。11キロ先に何があるか分からなくても、私たちを導いてくださってベターな場所に連れてってくださる方を知ってるだけで、私たちは11キロ先見えなくても大丈夫だと思える。それを信仰と言います。マラとエリムの間は11キロなので、マラからエリムに行くのは、まあ、2,3 時間ですけど、エリムからマラに行くのも 2,3 時間なわけですよね。どっちにしてもすぐ行けちゃうわけです。これは私たちがもしマラで本当に神様体験して、足の海で神様体験して、そしてエリムに行ったとしても、またすぐに油断するとマラに戻ってしまうということを言ってるんじゃないかと思うんですね。まあ、人生っていうのはこのマラとエリム行ったり来たりしてるようなもんなのかなっていうふうに思います。でも聖書はこの物語を通して、私たちがマラでとどまらないように、エリムに居続けることができるようにするための方法、それを教えてくれてます。それはキリストから目を離さないでいなさいと、あのヘブライ書の12章にあるように、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさい、そのように一本の木としてイエス様を示されている、そのように思います。先日私刑務所に行ったんですけど、そこで収容者の方からこんな質問を受けたんですね。先生、質問してもいいですかって言って、その方とはもう1年以上ずっとお付き合いがあるんですけど、質問がありますと。私はずっと先生のねお話聞いてきて、神様を信じたいと今願ってますと。でも私は人を信じたりすることでたくさん傷ついてきましたと。でも自分は多分人よりもその信じやすいんです。
だからいつも信じてしまうんだけど、その度に裏切られてるような気がするんです。どうすればこの信じる力強くできますかって聞いてきたんですね。で、私は、その方が信じる気持ちがあるってことを本当に素晴らしいと思って励まして、同じようにヘブライ書の12章を一緒に分かち合いました。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、これだと思うんですね。私たちが本当に人に裏切られることってあります。試練があります。その時にその相手のことを思ったり、裏切られた自分の傷に目を向けると本当につらいんですね。まるで苦い水を眺めているようなもんです。飲み続けているようなもんです。でもイエスから目を離さないでいなさいと私たち言われているので、そんな時にイエス・キリストはその苦い水を経験されたのかどうかを一緒に考えてみましょうと言って、その人と一緒にイエス様の歩みを分かち合いました。神様は人を素晴らしく創造して、これは私の最高傑作だとおっしゃって、ご自分を賛美する民として創造しました。そして神様との関係で本当に祝福された人生をエデンで過ごしてましたけれども、人は神様ではなくて自分で自分を理解し、自分で自分を裁き、自分で自分をコントロールすることを決めて神様に背を向けました。それでも神様は彼らに着るものを与え、そしてやがてイエス様によって、救い主によって彼らを解放する約束を、計画を始められました。やがてご自分の御子も十字架につけて死に渡されましたけれども、その全てをもって人々を迎えようと準備をされておられる方、まるで親が子供を、本当に去っていった子供を迎えるための準備、あの子にはこれが必要だ、あの子はこれを喜ぶだろう、全てを用意して待っているのに誰一人として身元に来なかったという、それが十字架の出来事だという話をしたんですね。もしあなたが今神様の愛を、その愛を受け取って神様のところに戻ろう、その方を信じようと願っておられるんだったら、それをどれほど神様を喜びになるか知れません。その方にも、ね、お子さんがいらっしゃるんですね。今はその方が罪を犯したゆえに物理的に会うことができません。でも神様は落ち度がないのに、去っていった子どもたちを本当に会いたい会いたいと常に願って待っておられる。その方のところに、もしお子さんが面接に来たらどういう気持ちになりますか、とんでもなく嬉しいですって言ったんですね。神様も同じです。もしあなたが信じて神様の御前に進み出るなら、とてつもない神様の愛と祝福を受けることができるでしょう。そして一緒に祈りました。子供が苦しんでいる姿を見たいと願う親がどこにいるでしょうか。私たちが苦しむとき、そのとき主なる神も苦しんでおられる。その苦しみを共有してくださる。なぜ共有してくださるのかっていうと、十字架にかかったその姿をもって私たちの苦しみを担われているその方が私たちの試練を知らないわけがないんですね。いつでも私たちが苦い水だなこれはと思っている時に、私こそ一本の木だよ、私を投げ入れてごらん、甘くなるよと言っていつも待っておられる方なんですね。私はあなたを癒す主であるとおっしゃっていますから、あなたを癒したいんですね。でもそう言われても人間ってそこまで強くない、この世にあっては困難があると主もおっしゃいましたし、苦い水を飲む時もある。その時には人の心は簡単に神様から離れてしまうということも聖書は書いているように、主ご自身が語られた事実もそうでした。3日で信仰を失った人々の姿、また十字架の主のもとから逃げた弟子たちの姿もそのことを私たちに教えてくれてます。今年の冬は全然冬ね、冬っぽいなんかあの運転に心を置くことなかったんですけども、津軽に来てからもう8年ぐらい経って、多少冬の運転に慣れてきたんですね。まあでも結果として車の後ろがへこんでますけれども、まあ、それは自分がやっぱり車の運転がそこまで上手じゃない、ね、自分に忠告する意味も込めてそのままにしてあるんですけれども、いい加減変えた方がいいんじゃないかってみんなに言われるんですけど、
そろそろ変えてもいいかなと思うんですけど、でも冬の運転で一番こっちに来て都会の運転と違うところは、私はエンジンブレーキを使うということを知りました。山を降りるときに使いなさいって教習所では習ったんですけど、こっちでは本当に平地であっても信号が赤になりそうになったらエンジンブレーキをまず効かせて、だんだんゆっくりにしてからブレーキを踏むようにすると、とっても自然に止まれるってことが分かりました。それ知らないときは一生懸命踏んだら ABS っていうのが働いて、もう都会だったらこんな装置作動することないんですよ。めっちゃ踏んじゃうんですよね。だからもう車の方で制御を効かしてガリ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 って言いながら前に進んで、ガリガリ言いながら交差点、赤の交差点に入ったことが 2,3 回あります。そのたんびにクラクション鳴らしながら、もう来ないでくれと思いながらね進みましたけど、でもそういう失敗を経験して、あ、エンジンブレーキに、まあ、エンジンブレーキっていうのはギアを今走ってるやつより、まあ、小さいものにすると、そうするとエンジンの方でうーんとこうストップがかかるんですね。だから危険が来た時に素早くエンジンブレーキに、かける、ギアを切り替えるっていうことを通して、私はあ、そうだな、自分に何か起きた時にこのギアを切り替えて、そしていつでもイエス様というギアに変えられるようにしようと心に決めて、冬は特にそのことを注意してですね。だからその収容者の方にもそのことをお伝えして一緒に祈りましたけれども、悲しみの時も、ああ、イエス様ご自身も悲しまれたんだな、そして、苦しい時も、ああ、イエス様も十字架の上で苦しまれた、私たちうまくいかない時も、そう、イエス様ご自身だって神でありながら宣教がうまくいかなかったじゃないか、イエス様の歩みに自分の人生重ねた時に本当に平安が来るんですね。そして、御言葉に対する確信が来るんです。そうだ、十字架あっても復活あるじゃないか、全て悪いと思ってたものを益に変えられてたじゃないか、イエス様の歩みを自分の苦い経験、苦い水に投げ入れた時に、本当にそこで平安が与えられていく。掟と法をモーセに与えたと聖書は書かれてますけれども、この法則こそ私たちに与えられた特権じゃないかと思うんですね。自動車の運転が最初からできないのと同じように、これも訓練が必要なのかもしれません。怒った時、相手が許せない時、悲しい時、苦しい時、うまくいかない時に、すぐにイエス様にギアを合わせる訓練をしていくと、もしかしたらそれが少なくなって、ある時聖霊に導かれてそれを全く感じないような、そのようなイエス様のような姿に変えていただけるかもしれません。何よりも私たちはいずれにしてもエリムというオアシスに向けて私たちは連れて導かれていかれ、導いていただいているということを思い出したいと思うんですね。今はまだかもしれない、でも確実にベターな場所に導かれているということを覚えましょう。それは11キロ先、お目と鼻の先です。すぐにイエス様が手を差し伸べてくださる、そのことを一本の木として私たちは覚えたいと思います。お祈りしましょう。神様、ありがとうございます。あなた、私たちの本当に苦い経験や思いや、そのところに誕生してくださって、またそこで命まで捨ててくださって、私たちに救いの希望と光を与えてくださったことを心から感謝します。あなたが私たちの人生で味わうすべてのことを経験されたので、私たちもあなたを自分の人生に重ねることができること感謝します。私たちが苦しいとき、あなたも苦しまれていました。そのとき、本当にあなたが私たちの人生に甘い水をもたらしてくださる方であること、私はあなたを癒すとおっしゃってくださったことを私たちの人生に表してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは聖餐をいたしましょう。